はいこんにちはこんばんはまこきたさんですいつも動画の方をご視聴いただきありがとうございますえ本日5月1日土曜日ということで今日からあの新しい5月になったわけでありますが朝ドラおちょやんなんですけれども今回はなぜ何をちえこさんがラジオドラマで評価されたのかというところの本当の理由について紹介していきたいと思います 1一つは皆さんも想像できる、されると思うんですけれども、アドリブへの抜群の対応力があったからであります。そしてもう1つはということで、もう1つの要素について紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。えー なにわ千恵子さんがラジオドラマで評価された理由1つ目は先ほど申し上げましたように花菱あちゃこさんのアドリブへの抜群の対応力があったからであります。はい、ということでなにわ千恵子さんは松竹家庭劇の時代からアドリブ王と言われた祖外のよる統合にアドリブに対する返しは散々日々鍛えられてきたわけであります。 ドラマでは、えー、このアドリブ王は千之助として描かれておりました。そして曽我屋東郷と花菱あちゃこさん松竹と吉本芝居と漫才という多少の芸風の違いはあれど曽我屋東郷さんの時で培った たアドリブ対応力というのは、見事花火師あちゃこさんの場合でも通用したわけであります。何和千恵子さんは後日談でこのようなことを語られております。二代目渋谷天外や在院だは、時折暴走する東吾のことを嫌っていましたが、私はこの時に東吾のアドリブに鍛えられたことが、その後の女優人生でかなりプラスになった といいう,うに語らられてっっしゃったのが、まあ、印象的でありま,すまあそういったことから何でもまあポジティブに受け取るような方だったのかなというふうに思います。はい、それではなにわ千恵子さんがラジオドラマで成功した2つ,の2つ目の理由は何だったんでしょうかというところですが。 それはなにわ千恵子さんのしゃべる「島の内言葉」と呼ばれる「大阪弁に」にあったようであります。史実では「お父さんはお人よし」の前作にあたる「あちゃこ青春手帳」からなにわ千恵子さんと花火ゃあちゃこさんのコンビでラジオドラマが放送開始になっていたわけです。 ですがそのあちゃこ青春手帳の時から彼女の喋る島のち言葉というのは非常に評価が高かったようでありますあちゃこ青春手帳では主人公柳あちゃこの母親役緑を何尾千恵子さんが演じられておりました それでは、この島の内言葉は何なのかというところになるんですけれども、この辺は少しネット上にありました記事を引用したいと思います。引用先は概要欄に URL を記入しておきますが、原当社 ゴールドオンラインラジオドラマ「あちゃこ青春手帳」で見せた対応力という記事で作家のあや青山誠さんの記事を引用してここから紹介していきたいと思います。 大阪弁が話せることも母親役としての条件の一つだったが七尾千恵子さんの話す大阪弁はあちゃこや制作側がし期待した以上のものであったようであります。彼女のイントネーションは大阪に昔から住む者たちが聞いていてもこれが本物の大阪弁やとうなるほどの息であったようであります。柔らかく、 包み込むようなえ語り口調もまた母親という役割にはぴったりだったようであります。え息子のアチャコがハメを外した時だけは「あんたええ加減にしりやふだの優しい口調とは打って変わってぴしゃりと言い放つ」がそれもまたメリハリが効いていていい味を出していたようであります。 優ししくも厳しい大阪のおかんラジオに聴き入る人々は本物の母親に語りかけられているような錯覚を覚えてしまったようであります。はい、というわけで何は千恵子さんが話していた「上品な大阪弁島の打ち言葉」がドラマを成功させる一つの鍵になったと言われております。 彼女が喋る本物の大阪弁には古き良き時代の大阪の風情が溢れていたようであります昔から大阪に住む人々はラジオに耳を傾けながら繊細で焼かれる前の街を懐かしみましたやがて何は千恵子さんは島のち言葉の使い手と呼ばれるようになります この後昔の大阪を舞台とする映画やテレビドラマでもなにわちえこさんは欠かせない存在として重宝されたようであります。彼女が出演するだけでその言葉が物語のリアリティを増してくれるということがありよく大阪が舞台になったドラマや映画ではなにわちえこさんが起用されたということになります。 幼い頃から道頓堀の仕出し料理店で働いていただけに、何に千恵子さんの宣伝の島の内言葉はネイティブと同じぐらい自由に使いこな,いこなわせたようであります。また出身地は河内地方なだけに、漫才師が普及させた新しい大阪弁との違いもよく分かってい おられたようで、役によって様々な大阪弁を使い分けることもできたようであります。はい、ということで今、今大阪でこの島のうち、言葉は使っている人がいるのかっていうところですが、もうそれはないようですね。はい私もあの大阪に住んでますが、えー何を千恵子さんの喋っている？ 芝居のシーンを youtube で何体か見ましたがやはりちょっと違いますね僕私らが使っている大阪弁となにわちえこさんが使っていた島のち言葉と呼ばれる大阪弁はかなり隔たりがあると思いますそれではなぜ島のち言葉がなくなったのかというのは漫才によって消えたということであります 大阪弁は地域によって単語やイントネーションに違いがあります。例えば同じ大阪中心部でも、歓楽街であるどんとんぼり界隈の言葉は島のち言葉と呼ばれ、それより少しだけ北側にある商業地域の千葉言葉とは微妙に違うようであります。 現在の大阪弁は島の内言葉や千葉言葉とは全く異質のもので河内弁や大阪南部の泉弁に近いようでありますそれらは近年まで大阪とは呼ばれなかった場所であったということになりますなぜそんな異国の言葉が大阪弁になってしまったのかそれは漫才の影響が大きいようです 吉本興業が漫才を世に流行らせた頃所属芸人は大阪南部出身者が多かかったからであります。早口の河内弁や泉弁の方はテンポもよく漫才には向いていたようで物腰の柔らかい千場や島の内の大阪弁では喧嘩腰のツッコミにも向かないという理由もあったようであります。 やがて大阪の漫才師は東京にも進出しラジオやテレビに頻繁に出演するようになって大阪弁は全国に浸透しますしかしそれは漫才で使われる河内弁や泉弁の影響が強い大阪弁になってしまったようでありますはいそれでは大ヒットした「あちゃこ青春手帳」のその後ということで 今ドラマで取り上げられている「お父さんはお人よし」という、えー、次の作品がスタートするわけです、はい。あちゃこ青春手帳の放送は2年で終了しましまたこの頃になるとなにわ千恵子さんは大阪のお母さんのイメージがすっかり定着していたようであります。 そして松竹新景気の頃よりもさらに世間での知名度は高まっていたようでありますまた昭和29年12月から谷川千恵子さんと花菱あちゃ子さんの、えー、ゴールデンコンビによる新番組「ラジオドラマお父さんはお人よし」がスタートしました。今度は,は千恵子と花火さんが 風役を演じることになっておりますお父さんはおひとしは関西地域ではなだけではなく東京をはじめとする全国各地でも放送されたようであります以前にも大阪放送局制作のラジオドラマが 東京で放送されたことはありましたがそれは大阪弁を聞き慣れない関東地方の視聴者さんに配慮して標,音標準語に近いものとして別録音したものであったようであります。 しかしお父さんはお人よしではこの手直しを一切やらずに何を千恵子さんと花火朝子さんが喋りまくるコテコテの大阪弁がそのまま放送されたようであります。Hey! おきになどとラジオで聞いた何を千恵子さんの口調をまねておどけるものも現れたようであります。カの柔らかく、 味のある大阪弁は東京でも好感を持たれるようになり女優としての彼女の存在感は増していったようであります。はいということで今回は茶子青春手帳やお父さんはお人よしでなぜなにわ千恵子さんが大阪のお母さんと呼ばれるまで絶大な支持を受けたのか2つの理由を紹介しました。 一つは抜群のアドリブへの対応力もう一つは島の内言葉と言われた今はなき大阪弁が大阪のみならず全国で受け入れられたことについて紹介してきました。はいということでいよいよ来週から第22週にドラマの方は突入していくわけですが。 予告編では台本2ページを飛ばすといった失敗、これ、誰かちょっとわからないですけど、竹千代でかもしれないですね、はい、そういった小さな失敗は何回かあるようですけれども、まあ、ラジオドラマの成功を見届けようと思っております。はい、ということで、最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。 チャンネル登録、コメントも励みになりますのでよろしくお願いします。はい、では次の動画でお会いしましょう。マコキタさんでした。